何なんですかね、あの威圧感。ガツンとこうなった時の1対1は、はい、もう誰よりも強い、一方的に僕に対してのライバル心があります。あのファンの方の数とか、もう全然来ねえみたいな、男だけで来るなとか言って、この人をどう焦らせたらいいんだろうって常に思って、はいはいはい。元日本代表で現在は FC 東京のクラブコミュニケーターを務める石川直宏さんに J リーグ歴代最強イレブン、さらにベスト監督を選んでもらいます。石川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。坂大 TV 初出演ですが。初ですね、はい。このチャンネルご存知ですか？もちろんです、あの見させてもらってます。あ、はい、なんか記憶に残ってる企画あります？やっぱでもこの出させてもらうこの企画自体は、はい、結構気になってます、他の選手も含めて。なるほど、はい。石川さん、現役時代に FC 東京などで活躍しましたが、はいはい、どうしてこう当時印象深い思い出。 FC 東京は丸15年在籍させてもらったんですけど、まあ、リーグ戦は優勝できず、うん、カップ戦は、天皇杯含めて3度優勝した中で、まあ、現在の仕事もしているので、あの リーグ優勝できなかった、でも今リーグ優勝したいって気持ちは変わらずに、うん、まあ、いるような状況ですかね。石川さんの記憶に残ってる活躍といえば、僕って天皇杯決勝ですね。あ、そうですね、2012になる年ですね。そうですね、パッと思い浮かぶだけでもやっぱり2010年、はい、降格して11年 J2 で戦ってファイナルが京都と J2 同士というところ で、ね、はい、あの試合はコンディションも良かったんで、うん、もう最初から行くぞという試合でしたね。そんな石川さんに、まあ、今日はあの歴代最強イレブンの紹介をしてもらうんですが、はい、この選出基準、うん、どうされましたか？まあ、やはりそのプレーしている中で対峙してすごい嫌だなっていう選手、うん、あとはやっぱ一緒にするプレーをする時間が長かったりとか、コミュニケーションが取れてたりとか、まあ、憧れも含めてまとまりはちょっと意識はしました。なるほど、このチームのまとまりみたいな。では石川さん、はい、まずゴールキーパーからお願いします。はいはい、ゴールキーパーは、土井陽一さんです。あ、はい、一緒にプレーもしました、はい。まあ、いろんな方とゴールキーパー、まあ、あのプレーもさせてもらったし、うん、対戦もさせてもらったんですけど、あの自分があの例えば練習シュート練習とかで入らないんですよ、うん、お、こんなに嫌なゴールキーパー今までいなかったですね。あのすごいなとかっていうのは、例えば川口芳香さんとか、はいはい、あの長崎さんとかいましたけど、うん、土井さんはやっぱりずっと近くでやってたので、うん、もう全部見抜かれてると。だから僕が対戦したら絶対嫌な、はい、あのキーパーでもあり味方であれば頼もしい、うん、シュート練習で雨の日だったんですけど、うん、やってなってグローブ取ったらもう骨見えてたんですよ。その時多分週中ぐらいだった、はい、週末普通に出てました、ね。うん、まあ、なんだろう、さすがプロと言っていいのか、なんていうか超人というのか、もういろんなことをこう伝えられるし、はい、指示もできるし、はい、パフォーマンスも高いしということで。わかりました、はい。じゃあ、ディフェンダーに移りますが、はい、まずはセンターバックから行きましょうか。はい、センターバック、はい、もうディフェンスは結構パッと決まったんですよ、はい。じゃあまず1人目、はい、まあ、中澤優衣さん、はい、はい、いや嫌でしたね。いや、プレーしてて1対1も強いし高さもあるんですけど、うん、結局そのゴールに入れられないような守備をしてくるので、自分が突破したって感覚があっても最後コースが切られてるとかで、キーパーとも連動して、まあ自分だけじゃなくて全体で守備ができるっていう、まあリーダーシップもありますし、で、あの僕がマリノスのユースにいた時に、まだユージさんがベルディ入る前ですね、練習生で一緒に練習してたんですよ。でこの風貌で、なんだこの人だと思って、ブラジルから帰ってきてみたいな、めちゃくちゃコミュニケーション取るんですよ、はいはい、僕に対しても、うん、なので多分自分の特徴っていうものはコミュニケーションもそうですし、できるできないプレーをはっきりと理解してて、できない中でじゃあ周りにうまくこうその辺はコミュニケーション取るっていうところの多分質が高いんでしょうね。なるほど、はい、はい。じゃあこの中澤さんと同じこう、はい、ラインに位置するセンターバックそうですね、はい、まあやっぱりこの中澤さんといえば、まあ、トゥーリオがかなと思います、うん。まあ、もちろん皆さんご存知のように代表でも一緒にやってますし、うん、まあ、高さ強さラインコントロール、あとはパトゥーリはキックですよね、はい、長いボール蹴れるので、うん、はい、トゥーリを同い年あげました。どうですか対峙した時、何なんですかねあの威圧感。敵であったら本当に嫌です。味方それこそアテネオリンピックで一緒にね、うん、プレーもしましたけど、
っぱ頼もしい存在なので、彼がやっぱ一人このピッチにいるだけで、うん、相手にとっては脅威かなと、味方にとってみたらやっぱ頼もしい存在。ボール例えば、フォワードとして行った時に、うん、ボールがくさびで入ってくるじゃないですか。その時にガツンってこう寄せてくる時もあれば、うん、ちょっとあえて距離取る時とか、うまくその辺をこう駆け引きしてるんですよね。だからボール来る前の時点でそういう距離感とかの駆け引きが非常にうまいですね、うん、持たされてる感覚です。センターバックの最後の1枚は、はい、はい、最後はですね、はい、モニアを、ああはい、やりました。関係性まとまりっていうところでも、まあ、このなんかメンバーで遜色ないかなっていうところと、うん、まあ、何よりやっぱり1対1強いですね、うん、僕が今までたくさんの方たちと対峙してやってきましたけど、ガツンとこうなった時の1対1は、はい、もう誰よりも強いです。体の強さ、スピード、あとはいやらしさ、駆け引き、まあ、本当に僕が今までの中で一番強いディフェンスでした。これ僕の勝手な印象ですけど、モニアさんと石川さんってなんか特別なこう友情というか関係性もなんかあるのかなっていうふうに見てたんですけど、はい、一方的に僕に対してのライバル心がだいたいアテネオリンピックの時とかもそうなんですけど、 FC 東京石川とモニアっていう並びになるんですよ、うん、記事とかで、はい、またとかよみたいな俺付け足されてるだけかよみたいなファンの方の数とか、お前はいいよなみたいな、たくさん小平の練習場で来てたみたいな、俺全然来ねえよみたいな、男だけだよ来んなとか言ってそんな感じです。いつも一緒にいました、まあ、ワールドカップ出場してますし、そうですね、うん、アテネオリンピックでもフルに出てますし、先を行く景色見てたので、うん、はあ、僕としては僕のことライバル心すごい燃やして見てますけど、僕もやっぱりそういう意識はあって、でもモニは僕のことをかなり上に見てたので小学校から、うん、そこはなんかあんま変わんなかったですね、その意識とか、なんていうんですかね、僕に対しては。わ、はい、かりました。じゃあここからは中盤ですが、はい、そうですね、迷ったんですけど、うん、まあダブルボランチにして、はい、そうですね、ウイングちょっと置こうかなと思ってます。わかりました。じゃあまずはダブルボランチの、はい、1枚目、はい、はい、1枚目は、遠藤やっとさん。あ、やっとさんですね、はい、はい、ゲームを落ち着かせられるというところで、うん、やっぱりこうチーム全体、そして試合の流れをしっかりとコントロールできる選手なので、まあ、この後ろのラインもそうだと思うんですけど、やっぱ中盤で前と後ろをつなぐ、うん、そういう役割になるかなっていうところで、はい、石川さんから見て遠藤選手の何がすごいですか？当たり前のことを当たり前にできる、うん、ポジショニングもそうですし、止めて蹴ることもそうですし、そういう判断が常に冷静、どんな試合の状況であっても、うん、なのでこの人をどう焦らせたらいいんだろうって常に思うんです、はいはいはい、全然焦らないですよ自分がやってて嫌なポイントの一つとしては焦らない、全然焦らない、全然大丈夫だよっていう、プレッシャー行っても全然慌てないですし、うん、まあ、行こうものならはたかれる、でまた動かれる、だから何だろう、 100% でいったものを 100% でこうガツンってやるんじゃなくて、本当それが 100% こっち行ってるのに、それが 20-30 ぐらいに減らされていつの間にみたいな、なんかそれが試合ずっとこう続いていくとボディーブローで効いてきてみたいな、でいざって時にやっぱやられちゃうみたいな、はい、はい、ではじゃあこの遠藤選手とボランチを組むのは、はい、もう今度安井と、はい、はい、頑張っても一緒にやってましたし、 FC 東京でも、はい、はい、やっとさんがうまくバランス取れるんで、まあ、こんちゃんは実はそのこうやってダブルボランチよりも1枚の方が自由にもう動いてボール取れちゃうんですよね。で、うちにいた時、 FC 東京にいた時もそうなんですけど、うん、周りとの関係性はまあ年齢重ねて良くなりましたけど、はい、1人でやらせちゃった方がいいんです実は、うんうん、なんですけどやっとさんがいればまあうまくコントロールこんちゃんできるかなってこう言ったりした時に、はい、この2人はもうこの関係性はすごいいいんじゃないかなと思って、セットプレーなんかでも、うん、まあ、僕よく蹴ることがありましたけど的が広いですよね、やっぱりその点でというよりは面でいろんなところで動けて、うん、なのでもう自然と体がその常に動いてるというか、うん、意識して動けてるのがこんちゃんかなと思います。そうなんです。サッカーを遠藤選手と同様よく知ってるなと思いながらプレーを見てました。そうですね、うん、でも本能でもあると思うんですよ、ね、あ、なるほど、はい、こんちゃんが当時プロになるかな、なんか東北高校から、うん、いい選手がいるって言って
札幌に入ったんですけど、その岡田さんに多分紹介したのが小野武さんだったのかな、はい、必ずそういったところに大事なところにいるっていうのは多分その当時から面影としてあったんじゃないかなっていう、うんはい、まあ実際に僕が一緒にプレーしたのは U19 とか20の日本代表だったんですけど、なんだこいつだと思いましたもんね、やっぱり。でやっぱチームのまとまりってなった時にもうイメージできるんですけど、もう相当多分いじられますこの辺りそうですね、はい、そうですね。で大事なんですよ、このいじられるやつがいるかどうかっていうのが実際いじられてました、ね、でまたこういじり返すじゃないですか、集まれなんつって、はい、いい関係なんですよ、はい、じゃあここは、2列目という表現していいんですかね。いろんな形は考えられるんですけど、はいはい、まあやっぱこうトップ下で言ったらもうシュンさんかなと思ってます。はい、この3人で言ったら中盤こういう並びだったり、ヤトさん出ててこうやって1人で守れる部分もあるんですけど、うん、基本的にはこのシュンさんトップ下がやっぱ見たいかなと思います。はい、はい、どうしても、まあ、改めて理由というか、はい、もう経験もそうですしテクニックもそうですし、セットプレーも全てにおいてもう僕が説明するまでもないと思いますし、うん、僕はシュンさんとやったのはマリノスでだったんで、僕は当時サイドでプレーしてましたけど、本当にあのシュンさんの考えるイメージに追いつかないので、シュンさんが出したいって時に僕は走ってなかったりとか、でも散々怒られました。なんで走ってねえんだよみたいな、とりあえず走っとけみたいな、あ、なるほど、とりあえず走っとけのタイミングがわからないっていうで、まあ、自分が FC 東京移籍してシュンさんもイタリア行って経験も積んで代表で久々に、はいはい、プレー一緒にしたけど引き出せなかったっていう思いがあったので、もう今成長して引き出してやるっていうので、結構自分からアクションを起こしてボール受けてっていうことは、はい、練習でしたけどできてすごい嬉しかったのを覚えてます。じゃあ、ウイング的な位置になりますが、はい、まず右サイド、そうですね、はいはい、右はまあ梶明、はい、こういったメンバーの中でいうと運動量とか、うんうん、ひたむきにこう献身的にプレーする選手ってすごい大事だと思うので、大事ですよね、はい、梶君を挙げました。うん、例えば僕が先のほどの話でシュンさんからボールが、を引き出せなかった、はい、まあ、梶君は多分相当いけるので、いけますよね、はい、シュンさんと梶君の関係もいいんじゃないかなって思ってます、うん、上下動できる、うん、まあでもクロスめっちゃ下手くそだったんですよ本当にクロス練習でここでこう蹴るじゃないですか、はい、出ちゃうんですよ。あ、でいつも首かしげながら戻ってくるんですけど、カジお前なってよく原さんに言われてて、でそこから一回徳永雄平が今日特別試験かなんかで来た時に、はい、ポジション奪われたんですよ、はい、で試合出れないじゃないですか、うん、その分練習できるからめちゃくちゃボール蹴ってたんですよ、クロス、はい、したらどんどん上手くなって、はい、あ、こんなに変わるんだと思って、もう練習終わって何時間蹴ってたんだろうボールってぐらい。へー、はい、じゃあ、はい、左サイドは、はい、左サイドは広島にいた服部浩太さん、服部浩太さん、僕は右サイドでよく対峙してましたし、うん、はい、基本的にその 4-4-2 とか、まあ、後ろ4枚でやるチームよりも、まあ、ウィングバックを置くチームの方がやりづらかったんですよ、はい、やっぱりで僕が目を離した隙に走ってるとか、もう僕の目しか見てないですよ、試合中にボールが反対側にあった時に僕がちょっとこうやって構えるじゃないですか、はい、でこうなった瞬間出てくるんですよ、あ、はい、でこう見てる時は、はい、うーんみたいな感じで、なるほどなるほど、この駆け引きが抜群にうまいです。いつもそのなんだろう、ガン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 出るわけじゃないんですけど、木を見てこうタイミング見て出ていける、はい、でクロスの精度もありますし、うん、体重も強いですし、やっぱこう周りのサポートもできる、関係性もしっかりと築ける、まあ、ハードワークもできる、うん、まあ、このサイド両サイドはそういう選手が大事かなと思ってますね、うん、では、最後2トップになりますが、エメルソン、エメルソンはすごいです、僕らから言う必要ない、うん、はい、エメルソン選手のこの速さってどうですか、はい、いや僕なんかもう比べ物なんないですよ図抜けてますよ、加速とか、あとはやっぱ切り返しボールタッチ、うんうん、しっかりとボールをコントロールできるので、なんかシュートうまいじゃないですか、そうですね、スピードでシュートかコース蹴れんのっていう、うん、もうぶっ飛んでますね、どうしようもできないんでしょうね、どうしようもできないです、だからどうしようもできずにナビスコでジャーンがファールして退場になったっていうまあスピード出てる分その分ちょっと当たっただけで転ぶじゃないですか、はいはい、時もちょっと大げさだろうと思ったんですけど、うん、ゴロ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 ってスピード乗ってるんで、だから
足も出せない体もぶつけられないってなったらやっぱりどう守るかっていう、すごい難しいですよね、まあ、例えばそういうふうに足元止められている時にはなこのメンバーで言えばヤトさんとかシュンさんとかがちょっとこうボールをこう低い位置で奪った時に出ていかせるみたいな、ボールができるじゃないですか、はいはいはい、っていうところでちょっと右側に置いて、わかりました、はい、じゃあエメルソンとこのツートップを組むのは、はいはい、まあ、ルーカス、はい、はい、あの素晴らしいです、そのメンタル的にもそうですし人間性、まあ、本当にあのチームを、まあ、まとめる存在でもありますし、あの最初はやっぱり2004年来た時は結構そのフランスでプレーしてちょっと結果も出ずにっていうので、でもその中でも本当に守備もところもそうですし一生懸命やる、まあ、FC 東京の伝統としてはやっぱ守備も攻撃も一生懸命やる選手、はい、ブラジル人だけどみたいなのをもう本当にその姿を見せてくれて、誰よりもやっぱ愛されてましたね、はい、あれ2013年とか4年ぐらいですかね、ルーカスが引退するっていう時で、うん、最後やっぱり引退するから天皇杯で優勝してルーカスを送り出そうっていうところでいたんですけど、うん、練習中にルーカスがこうちょっとぶつかっちゃって、はい、骨折かなんかしちゃったんですよね、うん、で結局ルーカスが出られなくなっちゃって、でもルーカスも泣いててみんなもやっぱり悲しんでて、うん、どうにかして絶対天皇杯ルーカスのためにっていうような意識ではいたんですけど負けてしまって、うん、やっぱ人チームのことを思える選手だったなっていうのは、うん、まあ、11人がね、こうやって出揃ったわけですが、はい、迷った選手がいれば教えていただけますか。はい、結構迷いました、はいはい、ちょっとまあ最初から下から、うん、どうぞ、ゴールキーパーから、はい、まあ、吉勝さん、あの本当に土井さん同様にシュート練習でなかなか入らないというところと、はいはい、やっぱ代表とはどういうものなのかとか、これからお前がどういうふうなことを目指して基準としてやっていくのかっていうことをすごい、うん、あの言ってくれましたし、はい、多分マリノスの中で一番その食事とか声かけてくれたのが吉勝さんで、まあ、後ろは3人いる中で、まあ、ハットさん、はいはい、まあ、まあもちろん中盤ボランチでもいけますし、はい、後ろでうまくコントロールできる、はいはい、うん、まあ、この辺りの間ぐらいかなと思ってます、うん、センターバックそしてボランチ、やっぱりこう気が利く選手でしたよね。もう監督でした、うん、なるほど、試合中、なるほど、はい、だって監督のことマサ君って言ってんですよ鈴木マサ監督、マサ君ってみんなあの時言ってたらしいですからね。もちろん監督は多分そういうマネジメントを含めてやってはいると思うんですけど、ピッチでやるのは選手じゃないですか、はい、全然慌てないし、ドリブル僕が気持ちよくしてても、いや全然大丈夫だからって言うんですよ周りに、はいはい、やらしときゃいいからこいつにやって言われて何クソってこっちになるじゃないですか。でも結局そこでなんかまた違ったこう思いがいい意味でか、いいよ、悪い意味で絡まっちゃう、うん、そうですよね。でそこでやっぱうまく取られてやられるみたいな、うん、ある意味駆け引きがうまいってことですよね。駆け引きうまいです、本当やらしいですね。うん、他にいらっしゃいますか。他はそうですね、うん、まあ、その当時の高橋さんとかもやっぱそうですね、とか俊也さん、ああはい、はい、うん、まあ、もちろん他に七海さんとかもいますし、はい、なんですけど、まあ、前と中盤と後ろでっていうのはちょっと岩田の選手を挙げさせてもらいました、はい、本当にベスト11っていうことは自分が対峙しててやっぱ嫌だった選手になるの で、ね、はい、もうそういった意味で言えば、はい、他にいらっしゃいますか。他はそうですね、うん、サイドで言ったら、ドゥトラ、はいはい、ドゥトラもやっぱり上下動できて駆け引きもうまくて、うん、実際に一緒にもプレーしてましたけど、はい、めちゃくちゃいいやつなんで、あ、献身的に、まあ、特にサイドなんかはできる。当時2002年で、ラザロニ監督でブラジル人で、うん、ドゥトラ と、ナザっていう選手とブリットっていう選手3人来たんですよ、はいはい、で一番なんか親父っぽくてちっちゃくて、うん、大丈夫かこいつって思ったんですよ最初イメージをしては、はい、でも一番コミュニケーション取ってましたし一番やっぱ献身的にプレーもしてましたし、はい、本当にあの誰よりも走るしいじられるしみたいな、そういう献身性で言ったら、はい、まあ、コマの、あ、はいはいはい、はい、いやサイド色出ますね、出ますね、石川さんの、はい、まあ、サイドで言ったらあとは、まあ、長友、あ、もう献身のもう、まあ、唯一その現役かな、ね、はいはい、ではいますけど、やっぱりこう、ね、自分のパフォーマンスもそうですけどそのエネルギーをいかに一つにしてっていうところを常に考えているので、うん、もう本当に代表にしてもそうですしクラブにとってももう大切な存在。最近だとあのアルベルの横で試合中指示出してますからバッテリーだらあれみたいな、もう一番前に出てきてるなと思いながら
だからとにかく自分 あの状況をよく分かっててできることをやる。でやっぱりスタメンで試合出ることっていうのももちろんですけど、とにかくどんな時でも自分を出せる、うん、そういう選手ってやっぱ大事ですよね。大事ですよね。どんな相手どんな状況でも自分を出そうとする、うんうん、なのでちょっとこうスタメンじゃなかったとしてもベンチにいてもこうやって指示出してんじゃないかなっていうやっぱりあの岩田とあの鹿島は僕はすごい散々やられてきたので、はい、まあ、その中心にいた光雄さん、はい、もういやらしいですね。でやっぱり小笠原選手が引退してからこう鹿島がなかなかタイトル取れなくなったっていうのは、はい、こう偶然ではないかもしれないですよね。それぐらいの存在ですし、光雄さんと同じことやろうとしても多分無理だと思うんですよね、うん、同じ人っていうのは。そうですよね、はい、なのであのような形で誰がどうそのリーダーシップ取るかとか、うん、っていうところは求められてるのかなと思ってますけどね、はいはい。でまあ、あとはちょっとフォワードで言ったらやっぱ点を取れる久戸さん、はい、久戸は本当にあのゴール前での仕事ができるので、はい、押し込んだ時特にあとクロスに対してのフィニッシュが上手いので、はいはい、で久戸をちょっと上げさせてもらいました。もうこうしてみるとやっぱ11人選ぶのに相当苦労したんだろうなと。相当しました、はいはい。そのまとまりっていうことをコミュニケーションだったりとかマネジメントだったりとか献身性とか、はい、駆け引きとか、まあ、そのあたりは考慮しました、うん、はいはい。じゃあちょっとねこれ一旦整理しますと、はい、この一応サブメンバーみたいな感じにしてみましょう、はい、そうですね、はい。このチームをまとめる監督は、はいはい、もう僕はもう原博美さんです。はい、多分このチームの中で言えば行けって言っとけばうまくゲームコントロールしてくれますし、厳しいこともズバッと言ってくれますし、はい、すごいシンプルな形で物事も伝えてくれますし、非常に何だろうな、視野が広いというか、いろんな選手のことを見てていろんな選手に声かけられる。しかも関係性としてはフラットに、はい、僕は監督ねやったこと経験もないですし、うん、いろんな監督ともやらせてもらいましたけど、やっぱそこの信頼感とか、うん、フラットな競争であったりとか、あとは迷いのない判断、うん、あ、結構若い選手、僕は若い時にやっぱりこう引き出せてもらった部分もあるんですけど、うん、若い選手の発掘だったりこう良さ、うん、苦手なことよりもいいところをこうサポートしてくれるような声掛けだったりとか、はい、原さんがいろんな選手たちのことだったりチームを引き出してくれるんじゃないかなっていう、うん、見守ってくれるような感じですね。なるほど、はいはいはい。こう出揃いましたが、はい、まあ、この中で石川さんが一人マイベストプレイヤー選ぶとしたら、いやすっごい難しいんですけど、僕俊さんかな。お、イメージ的には天才ですけど、はいはいはい、もうやっぱ近くで見てたら誰よりも努力してますし、誰よりもサッカー好きだし、憎いぐらいですね。なんかこうそこまでこう没頭してで一生懸命慣れて、うん、うん、サッカーを愛する愛してる、常にボール触れてますし、本当にもう俊介帰れって監督に言われてもこっそりやるぐらいな小僧ですよね。なるほど、はい、本当そういった選手と僕が一緒に同じ時代できたってこともそうですし、ただその時に自分がなかなかそのレベル的にも追いつかなくてある意味刺激を受けていたからこそ、まあ、FC 東京に移籍をしてから自分がそのオフ・ザ・ボールの動きの質っていうのは相当意識しましたし、はいはい、本当に怒られた記憶しかないんですけど、はいはい、自分のサッカー人生に大きな影響を与えてくれた人だなと思ってます。わかりました、はいはい。では石川さん最後なんですけれども、はい、今後の J リーグに期待したいことを教えていただけますか。はいはい、そうですね、もう本当に J リーグに、憧れて、育ててもらって実際に自分がそのピッチに立っていろんな刺激を受けて人としてもサッカー選手としても成長してこれたと思うんですけど、うん、もうここのメンバー見てもらってもそうなんですけど、うん、名前を挙げて顔見ればこういうプレーだっていうのがはっきりとわかるじゃないですか、うん、人柄も含めて常にピッチの上でこうキラキラしてる、うん、自分の特徴がいかなく発揮できるようなこうチャレンジをしている、うん、まあ、今もそうなんですけど、はい、よりなんだろう、個性的で魅力あふれる指導者も含め選手も含め、まあ、そういうリーグにどんどん成長してほしいなっていうふうに、まあ、今30年ですけど、はい、これからの時代にどんな選手が、うん、どんな個性豊かな選手が出てくるかなっていう、うん、はい、選手たちも育てたいし応援もしたいし、見てもらいたいなと思ってます。難しい選出をしていただいてありがとうございます。いえいえ、でも迷いましたけど、はい、今話こうって自分させてもらったら、うん、もう自信持って言います。あ、うん、はい、迷いないです。
視聴者の、ね、皆さんのベストイレブン監督もコメント欄に、書いていただければと思います。今回はこの辺で失礼したいと思います。本当に石川さんありがとうございました。それでは失礼します。皆さんさようなら。